まれの同い年、出身地は青森と愛知、離れてはいましたが、子供の頃から対戦を重ねてきました。秋瀬山関です。徳勝龍関は近畿大学4年の時には主将も務めました。ご存知、おととし初場所の幕内最高優勝力士です。こちらも近畿大学の後輩です。島の海関は昨年の暮れには婚約も発表しました。これからさらに期待を膨らんでいきます。続いて伊勢ヶ浜部屋の力士の皆さんです。まず錦富士龍聖関、入門した時にはもう誉れ富士関は入幕からすでに3年経っていました。一からプロの厳しさを教えてもらいました。錦富士関です。続いて翠富士和成関、こちらも錦富士関とともに平成28年近畿大学から伊勢ヶ浜部屋に入門しました。誉れ富士関の胸を借りて力を蓄えてきました。翠富士関です。続きまして照強正輝関、平成22年、誉れ富士関の2年後に入門しました。年齢は等ほど違いますが、互いに若い頃から稽古を重ねてきました。照強関です。宝富士大輔関、近畿大学では誉れ富士関の1年後輩です。同じ青森で子供の頃から切磋琢磨してきました。おそらく生涯最も稽古をした相手、この宝富士関ではないかと思います。続きまして元安美錦関、安治川龍二親方です。入門した時にはすでに三役力士、憧れの存在でした。その安治川親方よりも先に断髪の日を迎えました。安治川親方は5月に断髪です。続いて70代横綱春馬富士康平関、生まれる関が入門して1年後にはもう春馬富士関は大関に昇進していました。年はわずか一つ違いですが、とても大きな存在でした。この横綱に何度も胸を借りて鍛えてもらいました。70代横綱春馬富士関です。そして73代横綱照ノ富士春雄関です。春馬富士関が新入幕を果たした平成25年5月、照ノ富士関が間垣部屋から伊勢ヶ浜部屋に移籍してきました。そこから一気に出世の道をたどりました。今や角界の第一人者、照ノ富士関です。それでは誉れ富士関のお父様、三浦重蔵様、どうぞお願いいたします。子供の頃にお父さんと一緒に海に潜ってカキやサザエを取って食べた思い出もあります。
たくましい人間に育ててもらいました。お父さんにとっては自慢の息子です。